エトムント・フッサール論理調査第三巻知識の現象学的解明の要素。すべての思考はそれを表現する言説に関連して現れる特定の行為で起こります。これらの行為の中で全ての有効なユニットのソースが見つかります。表現の意味は問題の行為の意図的な本質にあります。究極の成就は常に対応する知覚に存在する完璧の理想を表しています。ここで存在は真実の意味で実現されます。願いの実現は識別を含む行為で行われます。願いの意図はその満足を証明することはできません。信念による想像力の置き換え。すべての成就は識別です。意図は常にそれに豊かさを与える行為と一致するようになります。直感的な行為の意図的な本質は適切です。目標は絶対的な知識です。表現の表現はそれらをオブジェクトとして取ることにより他の表現に単純に関連しています。表現の本質は直感を実現する役割を果たします。識別または区別は位置的な行為です。妥当性の理想は証拠を与えます。真実はアイデンティティです。意図されたものと与えられたものとの間の完全な一致。判断は位置的な行為です。感覚的な知覚では私たちの視線がそれに当たるとすぐに外部のものが私たち全員に一斉に現れます。具体的な感覚的なオブジェクトは明示的なオブジェクトのモードで純粋かつ単純に知覚できます。全体とその部分の関係。一部は全体です。設立された行為の種類ごとに代表的なコンテンツは一つだけです。思考の行為は判断が彼らの豊富さ、そして最終的には知識の全ての価値を獲得することによってカテゴリー的な行為です。思考と判断が識別されます。現象という用語は好ましくは直感的な表現の行為、したがって知覚の行為を指します。現象、直感の具体的な経験。現象学とは経験から明確に検出できる実際のデータだけでなく意図的なデータも全て含む一般的な経験の理論を意味します。純粋な現象学は純粋な現象の本質、純粋な自己の純粋な意識の理論です。知覚とは知覚に現れるものを意味します。意図された目的または意図的な目的は驚異的な行為に内在していません。私たち自身の実際の経験の認識を除いて紛れもなく明白なものは何もありません。知識、喜び、欲望は本当に存在し、色、音、温かさは驚異的かつ意図的にのみ存在します。